現在、まあ、世界的に中国経済に対する関心はあ、まあ、非常にの大ざっぱに言いますと2つあると思います、一つは一体中国経済というのは現在のこの二桁の成長をいつ頃まで維持できるんだろうかということとそれからもう一つはあ人民元という中国の通貨の将来の役割はどうなるんだろうかと、まあ、いうことだろうと思います。 中国経済の中長期的な発展成長に関しては率直に言っていろいろなリスク要因があると思います私は、まあ、大事なポイントは3つあると思います第一は中国もいずれつまり現在から15年あるいは20年経ってきますとその人口が高齢化をしてきて 生産年齢人口が減り始めるわけですそのことは結局国民経済において社会保障のコストが非常に高くなるということですしそれから労働生産性が下がるということですからこれは国の経済の成長率を鈍化させる原因になるわけです第二のリスク要因はやはり今後10年20年先を考えますと さまざまな生産要素特に水とかエネルギー原材料それから環境保全のコストといったようなものが急速に高くなってくるということですそれは当然国の経済の成長率を鈍化させる要因になるわけです第3のリスクファクターは 特にアジアにおいてはインド、ベトナム、インドネシアというような非常にその人口も大きい発展途上国がいわば中国の後を追っておるわけです。でしたがってこういうその新しい新興大国との間で当然、競争が起こってくるわけで。 これはまあ全体としてその成長率鈍化のもう一つの要因になるのではないかと思います結論として例えばアジア開発銀行の見通しによりますと中国経済は相当高い成長を維持することは間違いないけれども2020年から2030年までの10年間の まあ、どこかでですね、だんだんとその年5%程度の安定成長に、えー、修練をしていくのではないかと、まあ、いうことがまあ言われているわけですね、まあ、私も個人的には、こういった見通しが、まあ、プルーデントなですね見通しなのではないかと思っております、えー、次に、えー、人民元の問題に,に触れたいと思います。 最近、ジャーナリスティックに非常に、なんていうか、人気のあるトピックというのは、いつ人民元がアメリカのドルに代わって世界の基軸通貨になるのかという話であります。まず一体このの国際的なキーーカレンシーというものはどういうううもはど その条件を備えれば。実現できるのかということを考えてみる必要があると思います。私は大雑把に言うと、三つの条件が必要だろうと思います。第一は。その通貨の発行国が。総合的な。強い国力を持っていかな、いなければならない。で、その場合、総合的な国力というのはもちろん。 経済力、軍事力、外交力、技術力、文化力、それにさらに加えて、イデオロギー力とでもいいましょうか、そういうさまざまな力を総合した非常に大きな強い国である必要があると思います。2番目ののの条件というのはその通貨が国際的に 自由に使える、その価値は安定しておる、それから国際的に十分な量が供給されているというようなその通貨の,その資格といいますかね、が必要だろうと思います。第三の条件は、その通貨の取引の中心になる国際的な マーケットが存在しなななければならいないととうことであります世界の指導国家の交代というのは、まあ、いずれにしても非常に長い時間がかかる話でありますしたがってその間はどうしてもそれ以前のユニポラーな時代からマルティポラーな時代に入っていかなきゃならないわけであります。まあ、多極化ののの時代というものの 間違いのない特徴の一つは不安定ということでありますしたがってこれからあ当分の間私は世界にとってはいかにこの多極化の時代に、えー、相互の信頼と相互依存関係の強化によってこの不安定要素をできるだけ 少なくできるかということなんではないかと思います。